パリ市庁舎はフランスのパリにある建物でパリの地方行政機関がその中に入っている。略称でも用いられるホテルデビル自体は市役所ないし市庁舎の意味になる。1357年以降パリ4区に位置する現在地に建設され、現在までパリの行政機関がこの建物を使用しているが、それ以前からこの地はクレーブ広場と呼ばれていた。地方行政機関のほか。 1977年からは、パリ市長がこの建物を利用、また大きなレセプション会場としても利用されている。夜のパリ市長者左が、パリ市長者。7月革命の出来事、ジョゼフ・ボーム。二つの翼は、この数年後に建築された。パリ市長、1583年の様子パリコミューン後の、市長者。1357年7月。 パリの商人頭で実質的にはパリ市長の地位にあったエティエンヌ・マルセルが柱の家と呼ばれる建物を自治体名で購入した。この建物は緩やかに傾斜した砂利浜に面しており、この浜は小麦や材木などの荷物を引き上げるための川港として使われていた。後にこの場所は正方形の広場となり、クレーブ広場と呼ばれた。この広場にはパリ市民が 特に公開処刑を見学するためによく集まった。1357年以降、パリ市の行政機関は現在まで同じ場所にある。1357年以前にはパリ市の行政機関は現在のパリ一区東側シャトレ近くのパールウォーをブルジョワにあった。1533年、王のフランソワ一世はヨーロッパでも キリスト教世界でも最も大きい都市パリにふさわしい視聴者を設置すると決めた。王はイタリア人のドミニク・デコルトーネ、フランス人のピエール・シャンビージュ、二人の建築家を任命した。柱の家は取り壊され、ルネサンスに感銘を受けていたドミニクは、高く広々とした光にあふれる洗練された建物を設計した。建設工事は、 ルイ13世統治下の1628年まで続いた。その後200年間、視聴者の建物自体には大きな変化はなかった。この間、馬上槍試合でアンリ二世を自己死させたというグノー戦争を戦った、モンゴムリ博、ガブリエルド・ロルジュが1574年6月26日、視聴者前グレーブ広場で残首に処された。1757年3月28日、 ロベール・フランソワ・ダミアンが、ルイ15世への大殺し未遂の都がで同広場で、八つ咲きの刑で公開処刑に処された。さらに、フランス革命が起こり、1789年7月14日、最後の小人党、ジャック・ド・フレッセルが、怒り狂った民衆により、視聴者前で殺害されている。また、テルミドールのクーデターでは、マクシミリアン・ロベスピエールが、その支持者と共に、 視聴者内で顎を打たれて逮捕されている。1835年になり、セーヌ県知事のランビュー東白、クロード・フィルベール・バルテローの指示により、二つの翼島が建設された。翼は、正面ファサードのギャラリーに接続している。この拡張により、視聴者は広々としたものになった。この時の建築家は、エティエンヌ・イポリット・ゴデ・エティン、イポリート・ゴディとジャンバティストル・シュール・ジーン。 バティストラスワーであった。夫婦戦争時には、視聴者を舞台に、いくつかの政治的事件が繰り広げられた。1870年10月30日に改革派が、視聴者に押し入り、国防政府に対し、パリコミューンの設立を求め、度重なる要求を行う。旧政権は、1807年に建設された地下トンネルを通って、視聴者に突入した兵士により、救出された。 このトンネルは現在も視聴者と近くの兵舎とを連絡している。1871年1月18日、プロイセンへの降伏を予測した群衆が抗議のためし、乗車前に集まると兵士が視聴者から群衆に発砲し、数人の犠牲者が出た。パリコミューンはパリ視聴者をその本部に選んだ。反コミューン派の軍が視聴者に近づくと、コミューンの支持者が 視聴者に火をつけ、フランス革命期から当時まで残っていた公文書のほとんどが消失した。炎は内側から視聴者を包み、後には石造りの骨組みだけが残された。1870年代、ロワール渓谷の城を参照に、フランスルネサンス様式で再建された。芸術、ローラン・マルケスト作、科学・ジュール・ブランシャール作、視聴者の再建には、 1873年から1892年までの19年間を要した。建築家は再建のための公開コンペティションを勝ち抜いたテオドール・バリューとエド・アール・デ・ペルトであった。バリューは9区にあるサント・トリニテ教会および1区にあるルーブルグの東のファサード大面にある視聴者の金貨も手掛けている。加えて彼はまた、 視聴者の西に面した150メートル四方の広場に、あるゴシック様式の首郎さん、ジャックの塔の再建にも携わった。彼らは火事の後に残った石造りの基礎を利用して、視聴者の内部を再建した。視聴者の外観には、1871年以前に建てられた16世紀フランスルネサンスの様式を取り入れる一方、内装には新しくデザインを施し、 公式な部屋には1880年内容式で、おしげもなく、装飾を施した。時計の真下にある中央のドアの側には、ローラン・マルケスト作、芸術、ジュール・ブランシャール作、科学の偶意像がある。また他の彫刻家230人には、それぞれのファサードを飾るパリの著名人、ライオンその他の彫刻338体の制作が、依頼された。その中には、 エルネスト・ウジェーヌ・ユイ,イエやアンリ・シャッピューといった著名なアカデミー会員も含まれたが、とりわけ有名なのはオーギスト・ロダンでなる。ロダンは18世紀の数学者、ジャンル・ロン・ダ・ランベール像を作成し、1882年に完成させた。南側の壁にある像はエティエン・ヌ・マルセルのものである。彼は最も有名な商人頭であり、商人頭はその後の市長職へとつながった。 マルセルは、精力的に都市の権限を振るったが、1358年、ボート集団に襲われて暗殺された。内装は、ラファエル・コラン、ジャン・ポール・ローランス、ピエール・ピュビス・ド・シャバンヌ、アンリ・ジェルベクス、エメ・モロー、アルフレッド・ロルといった、当時の流行画家により装飾がなされている。これらのほとんどは、現在でも建物のガイドツアーで、その一部を見ることができる。 中庭の様子パリ市庁者フランス革命以来、市庁者はいくつかの政治的事件の舞台となってきた。特に、1870年の第三共和制の宣言と、1944年8月25日のパリ解放に際し、シャルル・ド・ゴールが正面バルコニーから群衆に向けていったスピーチが有名である。パリ市庁者は長年にわたってジャック・シラクのロードであった。 彼は1995年から2007年にかけてのフランス大統領であり、シラク派メンバーに与えられる違法な仕事や莫大な接待費予算といったスキャンダルの温床となった。前市長のベルトランド・ラノエは社会党党員であり同性愛であることを公表した初めてのパリ市長となった。彼は2002年、市を挙げて行われた第一回の白夜祭、ニュイ・ブランシュで、 長く閉じられてきた視聴者のドアが一般に開放された塔屋に暴漢に襲われて刺された。回復したドラノエは視聴者利用への熱意を失うことなく、かつて視聴工程だった1400平方メートルのアパートを試職員用の保育所に改装している。パリ視聴者の北側はパリセーヌ川右岸を東西に走る目抜き通りのリボリ通りに面している。近くにあるギャラリーラファイエ また、サンジェルベイサンプロテ教会は、パリ視聴者に最も近い教会である。ありがとうございます。